終了旅客鉄道に存在した支店の一つ。沖縄県における唯一の JR 直営施設である。2017年3月17日をもって営業を終了しており、同年3月31日に閉鎖した。JR 九州沖縄支店は、ドラッグイレブンツボ川店の2階にある JR 九州が設置する支店であり、同社の直営施設である。 インターネット予約の普及により売り上げが減少したため、2017年3月をもって閉鎖が決定した。従業員は4人で、2016年の4から12月の1日平均来店者は、提携する旅行会社の関係者を含め20人弱であった。同社の旅行業務である JR 九州旅行の店舗として認知されていたほか、 同社にとどまらない JR グループ各社の窓口を兼ねており、同社とは独立した組織である JR 沖縄クーポン協力会や JR 指定休憩店連盟沖縄支部の管理運営も行っていた。さらに総務省が公開している行政機関等ガイドブックにおいても業務内容として JR 九州の利用促進、JR の販売促進などが挙げられており、 同社単独にとどまらない営業活動などを行うものとして位置づけされていた。マルス端末が設置されており、指定権の発行も可能であった。なお、日本国有鉄道時代も含め、同県に国鉄、JR の鉄道路線が付設されたことは、歴史上なく、これらを主体とした直営の運輸業が営まれた実績はない。国鉄と連絡運輸を行っていた。 海運会社は存在しており、この事業所が所在する港湾名に駅を付帰した実態もあった。なお、2017年、営業は平日のみであった。JR 乗車券等の販売を行っていた。なお、この業務は、同県内では投資店と日本旅行沖縄でしか行っていない。その他の県内の旅行代理店においては、代行手配という形になり、 受け取りは翌日以降となる。投資店独自の施策として、JR 九州の IC 乗車券カード、守護課については、独自デザインのものを販売していた。沖縄支店の営業終了に伴い、沖縄地区限定守護課の販売も終了した。累計発行枚数は、約2万2000枚で、沖縄支店の閉鎖後もチャージすれば、利用は可能である。かつては、 ナイスゴーイングカードの入会取扱いを行う同県唯一の窓口でもあったが2011年1月31日をもってカード自体の新規継続に入会の受付が終了している。ありがとうございます。